のオープニングテーマを演奏させていただきました。はい、ずっと吹いてるとですね、ちょっとここがとても疲れてきますので、ちょっとお話をね、挟みながら、演奏させていただきたいと思うんですけれども、私、この楽器を一番最初に始めましたのは中学1年生の時、中学のブラスバンド部に入りまして、その時にから、サックスを続けています。別に音楽大学で何を勉強したとかっていうのでは全くないんですけれども、中学1年生の時からずっと吹き続けています。最初の子供を産んだ時に4年間ぐらいは吹かない時があったんですが、それ以外はずっと好きで演奏をしています。で、今神戸ではですね、バンドも活動もやっているんですけれども、十数年前から、ボランティアで、高齢者の方の施設とか病院とかそういうところに行って、高齢者の方々の好きそうな曲をピックアップして演奏をさせていただいています。はい、では次の曲ですけれども、次はちょっとお酒の感じで、ウイスキーがお好きでしょう、演奏させていただきます。今日はね、お酒の回ではないんですけれども、石川さゆりさんが歌われ、まあ他の方も歌われてますが、ウイスキーがお好きでしょうを演奏します。ありがとうございました。ウイスキーがお好きでしょうでした。